チェルノブイリ原発事故の、この子は3年前に発病、2度目の手術を間もなく受けます。チェルノブイリの悲劇は今も続いています。後遺症に苦しむ子どもたちに手を差し伸べる菅野屋さん。これは一人の医師の診療の日々と戦いの記録です。ベラルーシ共和国は旧ソビエト連邦で最も西側に位置する国です。人口は1030万人、国土は日本のおよそ2分の1です。菅野屋さんの勤めるがんセンターはベラルーシの首都ミンスクにあります。ミンスクは事故による直接午前8時半、菅野屋さんの出勤です。1月、ミンスクの冬は厳しく、最低気温はマイナス20度を超すこともあります。菅野屋さんがここに赴任したのは去年の1月です。最近は親しい仲間もできました。ベラルーシ国立第一病院の一角に甲状腺がんセンターはあります。急増する患者に対応するために7年前に設立されました。ベッド数は76。この国では唯一の甲状腺がんの専門病院です。週に一度病院全体のミーティングがあります。菅野屋さんの所属するがんセンターには20名の医師がいますが、外国人医師は菅野屋さん一人です。甲状腺の異常は喉のしこりによってしばしば発見されます。着任当初は通訳を介してましたが、今は一人で見ています。菅野屋さんは着任する前もたびたびベラルーシを訪れています。最初の訪問は6年前、汚染地区で行われた子どもたちの集団検診でした。これは日本チェルノブイリ連帯基金が信州大学の医師たちに呼びかけて実現したものです。その後も菅野屋さんは6回ベラルーシを訪れ、医療活動を続けてきました。きっかけっていうのはやっぱりあの手術の寄贈みたいにした時ですよね。ああ、やっぱり愛機によってやっぱり専門の外科医としてはって思いますよ。日本でもかつてはやったけども、今はもうやってないわけですよね。私が医者になった頃の時より少し前ぐらいの時はあれやったか、もう25年ぐらい前は愛傷でやってますけども、少なくとも今はもう愛傷ではやってない時に、ここからこういうふうにやってるとね、しかもそれが子供でしょ。で、まあ、女の子なんかでも声気づけてるとね、いやーこれはすごいなと思って、なんとかならないのかなっていうふうに思いますよね。チェルノブイリ原発事故が起きたのは
今から11年前の4月のことです。ウクライナのチェルノブイリ地区にあった原子力発電所が爆発、大量の放射性物質が灰となって飛び散りました。被害はウクライナにとどまらず、隣接するベラルーシなど近隣の国々も汚染されたのです。その後の調査で、爆発の規模は広島に落とされた原子爆弾の500倍以上とも言われています。犠牲者の数は未だに明らかになっていません。汚染地区の中には11年経った今でも立ち入り禁止のところが数多くあります。住民は強制的に移住させられ、汚染された村は廃村になりました。家屋は汚染の拡大を防ぐため、埋めるか放置するしかありませんでした。この学校には立ち入り禁止地区から移住してきた100家族余りの子どもたちが通っています。移住先のここも低レベルではありますが、放射能に汚染されています。甲状腺がんは被爆後すぐに発病するとは限りません。子どもたちは今でも年2回定期検診を受けています。ここは汚染地域ですので、住民と子どもたちの健康は法律で保護されています。子どもたちは年に2回療養のため国内のサナトリウムに行って検診を受けます。今のところ甲状腺がんで手術を受けた子どもは3人います。その他に40人の子どもたちに甲状腺の異常が見られました。全国の定期検診で発病が確認された子どもたちは、菅野屋さんが勤める甲状腺がんセンターへ行きます。医療費は無料ですが、できるだけ多くの患者を見るため入院期間は短くなっています。患者の多くは列車やバスを乗り継ぎ1日がかりでやってきます。何でたポースだかそうでなつってるな。手術を受ける患者は人手不足のため、自分で歩いてこなくてはなりません。まあ、日本だったら手術する人っていうのは全部こういうふうにストレートこういうのの乗ってみんな来ますよね。ところがご自分でこれ歩いてきたってこれなんです。だからこんな小さな子供さんもみんなやっぱ同じように一人で歩いてきて、あそこで座ってて、で手術ですよって言ったら自分でこう言って、で歩いていって、子どもたちの中には再発して2度目の手術という子もいます。アリョーナは生まれて間もなく1歳の時に被爆、3年前に手術を受けました。今年1月の検査で再発していることが分かり、再び手術を受けることになりました。前日、姉と両親がアリョーナを励ましに来ました。
4人の家族の中で発病したのはアリョーナだけです。事故の日、おばあちゃんの家